ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M8 コンペティション2020年式1万キロこちらの車両をご紹介させていただきます。ついにやってまいりました。はい、はい、ついにですか。土方さんともう、はい、納車されたてほやほやの M8 コンペティションを東京店でご紹介させていただいて、うん、はい、あれからどれぐらいでしょうか。2年経つのかな、もしかして2年経ちますかね。結構経ちますよね。結構経ちますね。早いの、は当時もう一番早いんじゃないかっていうぐらいの、いうぐらいの感じでしたよね。はい、車両を、まあ、たまたまご入庫いただいてたんで、うん、そうですね、まあ、外装だけ、外装とあと内装か、そうですね、はいはい、ちょっとふわっとご紹介させていただいた、いただいたんですけど、はい、ついに商品車として、そうですね、はいはい、ご紹介させていただく日が来たということで、うん、はい、当然ちょっと市場の方も、はい、掃除が楽しみですね。乗ってみたいと思います。そうですね、はい、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、でちょっと時間経ってますんで、うん、僕ちょっとその当時のリアクションと説明したことと、うん、はい、あのだいぶズレが生じるかと思うんですけども、そうですね、はい、はい、あの言ってたことは違うじゃねえかっていう可能性あるんですけど、やっぱり人間こう進化しますから、はい、いや変わってからね。そうですね、進歩しますから、はい、そうです、はい、ちょっとその辺はご了承くださいませ。そしてまず外観からいきましょうか。はい、これもうめちゃくちゃかっこよくないですか。かっこいいです。かっこいいですっていうか、なんていうんですか、似合ってますよね、この色。もう一番上ですもんね。そうです、結局、はい、もう8シリーズの、そうです、はい、M8、 しかもグランドさらにコンペティション、はい、コンペティション、はい、まあ、もちろんそのどれを一番上とするかによってちょっと違うかもしれないですけど、はい、まあ、一応、まあ、グレード的には、うん、はい、ランク的には一番上と言って過言でないかなと。そうですね、はい、でこれちょっと他のメーカーでどことバッティングするのかなと思ったら、うん、あの AMG GT4 ドアの63あたりと、うん、はい、まあ、価格帯装備、まあ、エンジン性能だったりが、まあ、バッティングしてくる、比較される方多いのかなっていう感じしますね。ただ、うん、ちょっとやっぱりメーカー違えば、うん、ちょっとこうアプローチの仕方全然違いますね。そうですね、それは全然違うと思います、うん、まあ、エンジンだったりだとか特に内装とか、はい、ちょっとこれ本当にそのまんま7シリーズなんかもうオプションもりもりって言っていいぐらい、うん、そのぐらいなんかラグジュアリーな内装と、うん、めちゃくちゃ贅沢な車、うん、でこの外観数だから結局その BMW の中で言ってしまうと、 BMW ですよの中で言ってしまうと M8 買おうか760ロングボディ買おうかっていうぐらいな感じですよね、うん、装備と豪華さとあとこのデザインと、うん、これちょっとあの僕あのめちゃめちゃ個人的な意見ですよ、はい、めちゃめちゃ個人的な意見なんですけど M4 最近というか確か出てるじゃないですか、うん、こう進化してほしかったそうですね、はい、まあ、最近もう見慣れてきて、まあ、縦のグリルなんかも割としっくりくるようになってきましたけど、うん、もうなんすかやっぱりこのちょっとこう平べったい、うん、はい、デザイン、この立体的な、そうですね、このグリルと、はいはい、あの私個人的に言わせていただくと M4 の新しいグリルって嫌いじゃないんですよ。ただこれを見てしまうといいなって、こっちこうちょっと進化した姿を見たかったなって、そうですね、思いますよね。確かにそれはありますね。でこの2本になってるのが、はい、これが M8 で、はい、で黒いのがこのコンペティションのちょっと特徴かなと。はい、もう開口部もだからでっかいですもんね。そうなんですよ、この中も、うん、でこの中もちゃんとこうエアーがこう、わかります、こう、はい、こうこう入るようにちゃんと、うん、もう切りっぱなしとかパーツ丸見えとかじゃなくて、はい、ちゃんとエアを導入するようにこういう風に全部、うん、はい、あとはこの辺のパーツなんかも全部グロスなんですよね。これグロスです。まあもうだって価格が2400万円、そうです、ソチのパーツなんか使わねえぞって言って、そうでしょうね、はい、まあ、外装ももういじるとこないぐらい、はい、めちゃめちゃ決まった感じ。そうです、ヘッドライトも当然、うん、レーザー LED のヘッドライト風味装備、うん、もうだから僕あのコンフィグ見たんですよ、はい、もうほぼ全部ついてると言って過言でない。そうなんですよ、結局そのオプションでいろんなパッケージで あれでこれでどんどん追加っていうのがほぼできない。でこ、大雑把に言ってしまう とオーディオとブレーキがカーボンにするかしないかっ
ていうのがまあ基本のオプションで、まあ、あとは細かくカーボンのパーツがちょっとずつ選べたりとかっていうのがなんとなくオプションコンフィグとか見てるとそんな感じかなと思いますけどね。そのカーボンエクステリアとか、そうです、そのぐらいなんですよね。そうです。で、僕こうコンフィグ見てて、うん、なんかオプション選択したものを見るみたいな、うん、したりとかあるんですよ、うん、1つと、うん、2つぐらいしか選んでないはずなのに、うん、36個ですよ、確か36個、うん、いや無償オプションが、あー、そうですね、テレビをはじめ、そうだ、うわーって、あ、そうけ、そうだよね、一覧にするとね、あー、なるほどなるほど、そういう車なんだな、うん、も結構目つぶって買ってもヨットをちょっとそういう特徴的なオプションだけ、うん、はい、つぶあ目つぶって買っても結構納得できる、はい、そのぐらいの車格の車かな、うん、だと僕は結構びっくりしたのはゴムなんですね、はい、ちょっとそこがこう、うん、レーシングなところがしっかりやってて、うん、まあ、割とこれ使い勝手的にも一番こうヒットしやすい部分が、そうですね、ラバーっていうのは、そうで結局こういう風にしといてもらった方が万が一の時に交換もね、あの煩わしくないというか、さすが BM なんでしっかりラバーって言ってもちゃんと成形されてるんでかっこいいですね。結局車外のリップつけたりしてもそのゴムの今貼りやすくあるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、だからそれとまあ理屈は一緒かなって、そう、うん、だから結構そう使い勝手的にもスタイリング的にもいいですね、性能的にも、はい、非常にしっかりしたものだ、はい、あと今回この色がいいじゃないですか、これいいですね、ちょっとこれ画面で伝わるかどうかわかんないですけど、レクサスの限定の、うん、ストラクチュラルブルー、うん、あんな感じの、はい、ギラギラのちょっとこう角度によってはなんか金属感する、あ、そうですね、はい、もうすごいメタリックなんですよ、深いですよね、なんかね、うん、この明るめのブルーのこの方が、うん、こんなのあるんですね、うん、え、知らないんですか、知らないです、あら、これ他の車でもあるの、 ないと思いますね、 M の、専用カラーかな、ちょっと後で調べておきましょう、 M8 だけだったかな、あのでもマリナベイブルー、あんまり見かけないカラーですね、あ、そうですか、あ、そうでもないですね、 M8 で多分これ出てたのかな、ごめんなさい、ちょっとそのタイミングってあのまた後で調べないといけないんですけど、はい、結構僕は見てます、はい、ちょっとこのラグジュアリーな感じとスポーティーな感じ、うん、本当にマッチしてる、うん、私そのたまたまですけど M8 何台か新車でも売ってるじゃないですか、その中で数台マリナベイブルーはご購入いただいてるんで、なんとなく別にこう馴染みがあります、うん、はい、うん、そしてあとは場所をこっちに回ってると、うん、こういうが天面がダイヤモンドだったんですかね、けどちょっとなんかスモークがかった、そうなんですよ、なんかね、あの多分その土と前に新車の M8 グランクーペ話した時に話多分してると思うんですけど、そのこのコンペティションのデザインのアルミホイルって M4 だったり M3 だったりって共通してるじゃないですか、なんとなくのデザインが、ただここがこういう風にちょっとブラック系の濃くなったのって多分他のグレードでも多分 M8 が最初だったような気がするんですよね、ちょっと色がパターンが色味が変わってきてるっていう、これ外装のエクステリアのクルーのちょっと共通性を持たせるかな、うん、多分そうだと思いますね、かなり引き締まった、はい、うん、印象が、はい、サイズ的には、タイヤが 275309.5J、はい、こちらがそうです、フロントで275なんでまあ割と太い、うん、まあまあ太いです、まあ、これが4駆っていうのも、はい、まあ、あるんですね、ありますね、あ、じゃあリアはって思うんですけど、リアは295の10、そうなんですよ、そんなにね太すぎない、そう結局やっぱり4駆寄りのセッティングにはなってるんですかね、まあ、後でこういろいろいじってもらえば分かりますけど、その走行モードとか切り替えとか、あとは4駆スポーツとか、やろうと思えば肉にもできますから、肉にしたら前走んないだろうと思います。そんな、はい、で、奥のこのブレーキが、あ、いいですね、はい、これ装着率的にはどうなんですか、うん、コンペティションを選ばないと、そう選択できないオプションなんですけど、装着率的にはどうなんですかね、さっきもお話ししたように私がお売りさせていただいた新車の方たちは 100% なんですけど、はい、M8 の、まあ、通常のクーペでカブリオレ
グランクーペって3種類ボディスタイルありますけど、その中全部トータルで見ると多分 50% とかぐらいなイメージですかね、うん、特段こう珍しい、うん、まあ、車格がもうかなり上なので、はい、そうですね、まあ、特別珍しい装備ではないですけど、価格がどうしてもこう、はい、オプションで120万円ぐらいですよね、うん、そうです、はい、ただ、BMW のこの新車のやり方っていうのが意外とあって、ジャパンに入ってくるときにもうすでにカーボンは皆さん選ぶでしょうっていう前提があるので、ある程度つけた車を出荷前提にしている可能性もあるので、まあカーボンついてきちゃうんですけどみたいな感じの商談もなくはないですね、新車のときに。はい、うん、ダストが出なかったり、そう、出にくいですね、出にくいです、だからついてていいと思います、ついてる方がいいですね、むしろ。はい、あともう一個ちょっと僕改めて見て、うん、確かにと思ったのは、うん、エアのガイドが何もないんですよね、はい、結構今の車って、うん、こうエアカーテンってこう、そうですね、ここから抜いたりとか、はい、前から入れてここから出したりとかっていうのあるんですけど、しますよね、あの空気乱れますからね、全くないんですよね、はい、そしてここもダミーなんですね、はい、これちょっと意外だと思います。あ、そうですね、はい、うん、まあ、もうここは考えられてないはずがないんで、はい、まあ、何らかの意図があるか、うん、まあ、もしくは別の場所で、うん、まあ、それに代わる整流効果があるんでしょうけど、そうですね、ちょっと意外だな、うん、今結構コンパクトでもエアカーテンついてて、いやそうなんですよ、ミニなんかでもフロントが抜けるようになっちゃってる、うん、まあ、ちょっとここの辺意外だったな、はい、でちょっとここ先ほど言いましたけど、うん、ダクト風のデザインはしっかり MA に保存されて、はい、黒でちょっとこのここしか目立たないのいいですよね、かっこいいですね、引き締まってます、もうちょっと本当に後から内側やりそうな、うん、ちょっと色使いと、はい、さじ加減です、うん、あとはもうご紹介してみますけど、ボディライン、うん、まっすぐ続く、はい、これちょっと M4 以前紹介させていただいた時に、うん、M4 ってボディラインが3本走ってる、はい、でそれが、まあ、新しい BM の形でもあるんですけど、うん、ちょっとそのライブ走ってるうん、デザイナー そのアメリカの車をデザインしてる人が俺だったらこうするみたいなチャンネルがあるので、はい、それだと結構酷評されてたんですよ、その3本のラインがどこにも繋がってないから、うん、ちょっとこうまとまりにかけるみたいな、あー、なるほど、で BMW って歴代こうずっと全部直線のラインで、はいはい、こう1本通してないけど、うん、なんかこう繋がりのあるデザイン、特にセダンも、はい、そういうデザイン採用してきたらしいです、うん、なんでちょっとその M4 と違うこのライン、うん、やっぱりこう伝統というか、うん、すごく感じました、現行の M4 はその3本ラインが割とこう、うん、どこに繋がっても分かんない感じのラインなんですけど、なるほどね、はぁ、ちょっとその辺もなんかこう BMW の新しいものとしていろいろデザインの取り組みしてるのを見たいですけど、うん、M8 はしっかりとこう前にダクトから続くこのラインと、うん、ここの柔らかいラインが、うん、そうですね、なんか僕勝手なこうイメージなんですけど、こういうところのこう高い位置のこういうラインって、はい、なんかすごく BM って感じなんですよ、僕のイメージは。ここないですね、そうですそうです、はい、もう昔からなんかこのドアの横に このぐらいのラインが2本走ってるみたいなプレスが入ってて、今回はこのドアの手にこうプレスラインがあって、ね、はい、うん、その下にもう1本だから、ボディ長いからこれが映えますよね、うん、そうですね、確かに、うん、2メーター上ですよね、はい、大型ですから、うん、そして定番のこの海外の某 YouTuber と言うと、ここから手が出せるミラーとあと黒い窓枠と、はい、あとはこの辺のラインがだいぶ違いますよね、クーペだとこうこのまま下がるじゃないですか、あ、そうですね、このまま上がるのかな、はい、上がりつつ下がってですね、うんうん、ちゃんとグランクーペだと、うん、デーのこれが、はい、はい、しっかりあるので、うん、まあ、ちょっと車の印象がやっぱり、うん、だいぶ違って見える、うん、まあ、当然その車もコイルベース合わせに長くなってるんですけど、この辺はかなりうまく処理されてる印象です、うん、はい、そして後ろ、これはないんじゃないでしょうかちょっとね、なんかね、よりなんか僕が完璧なだけに、うん、ちょっとこれは分かんないです、分かんないですけど、多分日本仕様だけですよ、だと思います、ですよね、はい、これはないんじゃないかなっていう、うん、はい、ぜひともちょっとね、悲しいですよね、これは取れるものは残りたいです、はい、
かもうちょっとなんか上手い商品のなんかだって素地のパーツないんですねって言ってたのに素地のちょびオーバーフェンダーですよね。後付け感満載だからそうだよね。なんかこうちょっと悲しいね。ちょっとしかも掃除のパーツってこれぐらいじゃないですか。そうですね、それぐらいですね。これは僕的には残念に感じてしまいました。ちょっとなんかしたいですね、はい、そしてリアも同じように、はい、このデザインでリアもしっかりカーボンセラミックで型押しですけれども、はい、キャリパーなどで細かいところでいくと、うん、ロックナット、はい、これも無償オプションなんですね。あれそうでしたっけ。書いてあります。書いてありますか。標準じゃないんですか。無償オプション。なるほど、はい、あもしかしたら全部無償オプションかもしれない。ああそうか、はい、0円って書いてありました。なるほど。さすがにこの社格になると無料でつけてくれるんだなであとそのまま上に行くと、はい、もうこのカーボンルーフですよ、うん、いいっすね、うん、だより車低く見えますよね。そうですね。天井も黒いですし、うん、ガラスのこのラインあとはその当たり前ですけどカーボンなんで軽いですけど軽いんでこれだけの大きいルーフなんで相当効果というか違いはあるでしょうね。軽量化と低重心化。そうですね、はい、続いてリア周りを見てみたいと思います。リアはこのグロスブラックのスポイラーがついてて、うん、もうこれもだってこのピラーからつながるこのトランクのライン、はい、そしてこの立体的なリアのライン、うん、いいっすね。ねえ、なんか最近でもこういう形状がセダンモデルとかも増えてきたんじゃないですかね。まあ、ちょっとこう、うん、空気抵抗のあれなんでしょうけど、こうスパッと切った感もあるんですけど、はい、ところどころこうちょっとこうテールランプ盛り上がってたりとか、そうですね、バンパーはここポケットのところえぐれてたりとか、うん、はい、ちょっとでも逆にこのしっかりえぐってあるんで、はい、日本のこのナンバーの似合わなさ確かにね、これちょっと横長のナンバー入れたいですよね、うん、はい、ちょっとこうデザインがこう欧州寄りな車こそそうなってません、うん、はい、確かにね、ちょっとそんな感じしちゃいますけども、でもさすがのデザインで、うん、そしてリアのこのディフューザーの部分もグロスのブラックですかね、はい、でこれが、うん、まあ、下なんまあ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 平らってことです。まあまあ、はい、はい、もう全部ポルシェみたいに真っ平らかっていうとそうではない。そうでもないですね、はい、そこまで割と奥の方まで平らになってるから。そうですね、割と、はい、うん、そしてマフラーのこのテールもしっかり黒いものに、はい、はい、なってると、うん、これリアもかっこいいですね。そうですね、ただやっぱりこう BMW なんで、まあ、今カメラさん下回り撮ってたと思うんですけど、デフのね、イオン下げるためにフィンが大きかったりとか、はいはい、これも歴代の M モデルみんなこういう形状になったりするんで、はい、なんかそれはしっかりこう受け継いでいるというかこだわりを持って作られているというか、ちょっと細かいところで見れますね、うん、まあ、走りも抜かりないと。そうですね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。よいしょ、まあ、当然のもう全部つく。そうです、当然です、はい、そして内装の、まあ、機能をこう全部拾っていくのはちょっと難しいと思うんで、はい、まあ、雰囲気だけ伝わればいいかなと。はい、何ですかこの豪華な車は。かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、うん、こうシートだってこの、ね、7をそのまんま、うん、ラグジュアリーさそのまんまにスポーツシートにした感じ、してる感じした感じ、うんうん、このパンチングももうこの複雑なもう幾何学模様みたいな、はいはい、パンチングとヘッドレストのとこが M8 で光ってて、うん、これ結構明るいっすね。明るいっすね。あれ M4 でしたっけ初期のやつ、はい、ちょっと暗めで、そうちょっと暗くて、はい、ついてるかついてないか分かんないって酷評されてて、その次のモデルからすっごい明るくしてたんですこれ M8 は最初から、はい、明るいです、はい、でこの黒い部分は別のレザーですかね、うん、そうですね、はい、これ別ですね。レザーの質も、はい、もう最高です。すごくいいですね。で当然機能的にも調整も細かくできますし、はい、シートヒーターベンチレーションも当然備わってると、はい、でその他の部分も、うん、全部レザーなんですね、うん、フルレザーしか選べないという。そうです、はい、エクステンドレザーがないんですよね。はい、じゃないです。もうフルレザー一択という、はい、フルレザーメリノンですかね、はい、まあ、あとは色だけ好きなのを選んでくれよという。そうです、はい、そしてもうダッシュのこの下側だったりとかセンターコンソールの下側、うん、はい、
ダッシュボードもう全部レザーという、はい、そしてドアのこのドアも見てみましょうか、うん、そしてドアも上も真ん中も下も全部レザーというこれいいっすね、はい、7シリーズでもだってフルレザー X7 とか7シリーズでもフルレザー選ばないとここなんないですからね。もうフルレザーしか選べないというそしてドアの中もちゃんとレザー貼ってあって、はいうんはい、非常に高級感がね。やっぱりメーカーは BMW としてのトップみたいにやっぱり位置づけてるんですかね、はい、そしてスピーカーがオプションの、はい、バワーズ&ウィルキンス。そうです、はい、こちらがついてると。これイルミネーションもかっこいいですよね、はい、そうかっこいいんですよ、うん、なんかこうなんですかこう、はい、渦巻きみたいな。そうです、はいはい、光り方をする、うん、こんな感じになっております、はい、では乗ってみたいと思います。よいしょ。うわーもう最高です。最高ですね、はい、もうシートは、はい、あのもうとにかくめちゃめちゃ細かく調整できると、うんはい、ナンバーサポートが3ウェイかな、はい、はい、リリースと、うん、あとこの横の締め上げと、うんはい、で当然この辺なんか全部、はい、ついております。そして座った感じは、うん、お尻のとこは割と沈み込む感じ。そうですね、沈み込む感じ入りますね。背中は、うん、あの猫背土屋には、うんちょっと張ってる感じ。そうす、腰がちょっと正直レビューすると、うん、あの僕は合わないです、うん、なんかレカロシート座った時みたいな、うん、セミバケ。ああ、これあれでも調整すればよくならない。このナンバーサポート一番全部リリースしても、うん、ダメなの。ダメだった。あら、うん、ここがちょっと残る感じ、出っ張りが。ああ、うん、だから強制的にこう背筋ピーンってさせられる感じで、うんうんうん、だ多分それ疲れないんですよ。多分そう、レカロとかもそうなんですよ。ちょっとここが必ず出っ張ってるんですよ、うん、そうですね。だから猫背土屋は、うん、ちょっと姿勢が悪すぎて、ちょっとここを押されてる感を感じてしまいます、うん、体を預けると、はいはい、ただホールドだったりこのレザーの質感、うん、もう最高です。最高ですね。最高です、はいはい、もう言うことないです、はい。そして続いてステアリングはこのスベスベの例のやつですね。例のやつですね、はい、ちょっと太めの、はい、うん、そしてちゃんとエアバッグもレザーでステッチが入ってて、はい、マルチファンクションと ACC、うん、でこの恒例のボタンとパドル付き、はい、そしてメーターはこんな感じでちょっとかけちゃいましょうか、うん、はい、はい、これなんですかこのレスポンスの良さは。いいですね。最高です。最高です。でこれがちゃんとここに M8 が出てくると、うん、で、あとこっちのナビゲーション、はい、これに関しては、うん、まあ、この辺は他モデルと割と共通と言っていいのかなと、はい、そうですね、言っていいと思います。メディアも一通り、そしてナビに関しても、はい、もう新しいですからね、うん、はい、ちょっと端折っちゃいます。はい、そしてM メニューでこの辺でこのステアリングのこのボタンの細かい設定だったりだとか、はい、あとヘッドアップディスプレイがついてるんで、まあ、その辺の設定、メーターパネルの設定なんかできたりとか、はい、あとこの辺ですよね、うん、はい、もうなんか AMG GT4 ドアとなんか思いっきりこう戦ってません、はい、なんか機能的にも本当ですね、はい、ぶつかってますね、バチバチに。思いっきりかぶってますよね、この辺のリラクゼーションとか、はいはい、こんなのもしっかりついてると。あとはちょっとさっきジカさんやってましたけど、うん、はい、ボリュームね、ボリュームをこう、はい、やったりとか。名前にホットってついてるのは、はい、でもこれやるんだったらこっちやった方が早い気がしますね、はい、でまたこれちょっとこういうのに反応しちゃったりするじゃないですか。そうですね。なんで、まあ、これ確かオンオフできるんですよね、ジェスチャー。あ、そうなんですか。確かできたかと思います。ああ、ごめんなさい、ジェスチャーの設定をね、はい、はい、なんでまあ使い勝手に応じてオンオフしてもらえるといいんじゃないかなと、うん、はい。であとは、まあ、この辺クライメート関係、はい、シートヒーター、ベンチレーション、うん、であとはもう7シリーズとの違いって言ったらもうマッサージぐらいかなっていう。そうですね、そんな感じですよね、はい、その機能的には思います、はい、はい。そしてここがメディア関係、はい、はい、これやるとまた毎回やってんなって言われるんですけどやります、はい、好きなんだね、はい、この触っただけでこう反応するの好きなんです、はいはい、
そしてここが M8 の、はいはい、エンブレムがついてて、うん、こうか、はい、はい、こんな感じで、うん、ドリンクホルダーと、はいはい、置くだけ充電もそうですしっかりついてる、ね、はい、置くだけ充電、そして、はい、シフトなんかちょっと、うん、あのクラシカルな感じを僕、はい、感じました、うん、マニュアルのなんかちょっとクラシックな、うん、こんな感じじゃないですか、こう、そうですね、しっかり M のエンボスも入ってて、はいはい、だとドライブロジックでしたっけ、そうです、はい、シフトのタイミング変える、いやでもね、ここの、ね、M ステッチがあれすごく嬉しいです、ありそうでなかったんで昔から M モデル、あ、そうなんですか、そうなんですよ、だから M ステッチ入りのオプションのシフトノブを買ったりとか、あとかなとか、はい、意外と皆さん知ってました、なるほど、はい、これをやってこう手に触れる部分が両方 M ステッチになってる、はい、そうなんですね、はい、憎い演出ですね、ね、はい、ですね、そしてこの辺、カメラだったりとか、はい、DSC かな、うん、はい、その辺のスイッチだったりとか、はい、あとはカメラ関係、はい、はい、バック関係、はい、はい、そしてモードの切り替えと細かく設定できるやつですね、はい、はい、あとマフラーも、これはね、はい、あとエンジンとかでスポーツでやるとよくわかります、あ、なるほど、はい、マフラーのバルブの開け閉めも、そうです、はい、はい、だとオートホールドと、うん、はい、であとこの辺はおなじみのアイドライプ、はい、そうですね、ここがなんかちょっと空いてる感を少し感じてしまいました、あ、そうですね、はい、アルピナだとここエンブレムつくんですね、確か、うん、まあ、こんな感じになってて、はい、そして結構でかいですね、うん、はい、USB のタイプ C がついてて割と深め、うん、はい、でこのちょっと後ろまでつながってるのが高級感を感じます、はい、はい、このカーボンの質感と、うん、そのレザー、はい、いいですね、いいですね、これはめちゃめちゃ高級です、はい、組み合わせがいいです、そして上に行くと黒の、はい、スウェード調のピラーカバーとルーフ、はい、そしてバイザーも、バイザーもしっかりと、はい、うん、でバイザーのちょっとこ分かります、これこのバニティミラーの蓋、はいはい、ちょっとなんかちょっとスーパーカーっぽいな、はいはい、でここあここはさすがに違うんですね、はい、まあ、そりゃそうですね、ここ引っかかっちゃいますよね、はい、そうですね、はい、こんな感じになっております、うん、そしてルーフの低さは感じますけど、うん、圧迫感はないです、うん、はい、僕175、割と天井は、まあ、今一番シートしたんですけどね、はい、上げていくと結構まあ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 って感じですけど、まあ、それでもまだ拳1個分ぐらいはあるんで、うん、まあ、このスタイリングだったらどっちかというとクーペに近いルーフの低さなんで、はいはい、割とそんなに、だから運転席からの視界もフロントこんなに傾斜してるのにここの狭さ感じないですよね、感じないですね、ですよね、うん、こんなにフロントガラス傾斜してるのに、はい、全然、はい、そういうのは感じない、うん、でもちょっとその辺いろいろ考えられてるのかなと、うん、気はします、はいはい、じゃあ続いてリアシート見てみたいと思います、リアも、うん、このさすがの長さだからですかね、なんかすごくもう乗る前からもう絶対広いなっていうのが、うん、そうですね、はい、見るからに広さを感じます、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、っていうか開口部も、うん、めっちゃ広いっすよ、ここ広いっすね、はい、あ、広い、そして入り込むと、はい、あ、もう全然フロントより背中を押し出されてる感ないです、うんうん、ないですね、はい、こちらもちゃんとこうだらしなく座れます、はいはい、ただ視線は高いんで、うん、割とこう、はい、ヘッドレストのこの辺ですかね、うん、一番今シート下げてますけど、はい、ちょっと高い、うん、はい、感じです、はい、そしてクッションも割と本当に柔らかい、うん、はい、沈み込む感じですね、うん、はい、そして装備的には、はい、これエアコンは、エアコンは4ゾーンになってるんですか、ね、4ゾーンになってますね、4ゾーンですか、はい、フォードはクーペなのに、はい、ダメなんですか、いやいやいや最高すぎます、はいそして USB Type-C が2系統ついてて、はい、あとここですかね、うん、はい、うん、なんかめっちゃ質感いいっすよ、うん、こんな感じでちょっと小物入れと、はい、はい、ドリンクホルダーのこっち側にレザー巻いてあるんですよ、はい、最高です、最高すぎやしませんか、はい、そしていい、あ、いいっすね、はいはい、そして、うん、リアはやっぱりフロントよりかも、うん、
低いです。低いですね、はい、しょうがないですね。かなり後ろがこう傾斜してるんで、うん、僕で、まあ、拳はもう入らないぐらいですね、うん、髪の毛がちゃんと座るとギリギリつくぐらいですね、うん、ただだらしなく座れば、うん、まあまあ全然狭くはない。ただちょっとここは感じますね。ここの感じは、うんうんうん、はい、そうですね、結構ピラーもこう確かに内側に傾斜してってるんで、うんうんうん、はい、そうですね。で足元はもう超ゆったりです。超ゆったりです、はい、足の短い僕セッティングですけども、はい、多分普通の方のセッティングでも余裕で拳全然いけますね。余裕です。1つ以上いけるんじゃないかなと、はい、でこの辺もしっかりレーザーですからね、うん、そうなんです。全部なんかあの前回あんまり気にならなかったんですけど、はい、今回なんか乗っててリアシートが、はい、前回多分乗ってない気がしますよ。座らなかったんだっけ、リアシート。お客様の車でも納車間もないんで、そっか、特別あの許可をいただいて、はい、ふわっとご紹介させていただいただけだと思うんですよ。ああそっか、だからこんなだらしなく座ったりとか、うん、中で喋ったりしてない気がします。そうでしたか、はい、間違ってたらすいません、はいはい、なんでなんかこうフロントシートにから見るとすごくリアシートの座る位置が内側にオフセットされてるので。あ、そうですね、はい、ちょうど この辺が、はい、うん、ちょっとこうなんかずれてます。これ多分なんかいろいろ考えているのか、それとも結果的にこうなっちゃったのかわからないですけど、でもそのせいか、あとこのちっちゃいヘッドレストのせいか、あのタイト感がある割には視界が悪くないというで後席シートの感じは。そしてリアもしっかりスピーカーが、うん、はい、ついた後スコーカーですかね、うん、はい、はい、そして、うん、ブラインドもついてると。そうです、ついてます。これちょっとだいぶ良くないですか高級セダンだよね普通に。本当に、うん、めちゃめちゃスタイリッシュな形をした高級セダンですよね、うん、本当そうだと思いますね。これもちょっと価格が価格ですけど、うん、もっと皆さん選択肢に入れてほしいって感じました、うん、僕は、はいはい、AMG GT、 あとはアウディで言えば S8 だ、 S8 プラス、あ、最近新型は S8 プラスは出てないのかと、まあ、その辺と比較した時に十分こう競争相手になるというか、ね、選択肢の中に入ってくる遅れのかなと思いますね。いやちょっとでもこの質感とかこのレザー対応してるこの高級感とか、うん、まあ、ちょっとこう一歩出てるぐらいの勢いじゃないかなって僕今日感じました。そうですね、今までの BM だったらこういう質感ってあんまり考えられなかったですよね。それはね、 BM が質感が悪いって意味じゃないです。どっちかっていうと走りとかスタイリングとか、うん、そっちの方にこう傾倒してたイメージがあったので、インテリアをこれだけ作り込んでくるってなんかいい意味でね、 BM らしくないなっていう感じがしました、うん、まあ、最近 X7 とか、はい、ちょっとそういうモデルもありますからね。そうですね、はい、ちょっとラグジュアリーの方も手を抜かないというか、うん、そうですね、はい、しっかり作り込んでる感を感じました、はいはい、これレザー貼ってあるの？あ、これも貼ってあるんじゃないですか、当たり前だけど。何？これ、はい、これすごいね。ちょっとすごく質感のいいプラスチックかななんて思ったら、はい、これちゃんと巻いてあるんじゃないですか、はい、しかもナッパレザーみたいなめっちゃ薄いやつが、はい、これこういうのもめちゃめちゃお金かかってますね、はい、あ、本当だ。でちょっとこのシワがこう、うん、入ってる感じとか、うん、そうちょっとなんかこう手作り感が出てるというか出てますよね、うんうんうん、なんかわかる。さらにもう一個上のこう高級車の内装、うん、はい、ベントレーとか、はい、まあ、イギリス車とか、はい、あんなちょっと匂いすら感じる、はい、そうですね、そのぐらい作り込まれてる感がします、うん、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、トランクだけかなと思います。唯一弱点は。弱点ですか。はい、はい、この決して褒められた容量ではない、はい、そうですね、まあ、使い勝手的にはまあ奥行きもあるんで、うん、まあ、まあ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 って感じですかね、うん、だから容量的に数字で見ると440、はい、ちょっとこのクラスの大型セダンと比べちゃうと狭いね。そうですね、はい、感じが狭いねって言おかしいけどちょっとそうですね少ないですね容量がね。正直本当にコンパクトのスイードアとかでも、うん、いけちゃうぐらいのシート倒すとそのぐらいいけちゃう、うん、440っていけちゃう容量なんで、はいはい、そう考えるとちょっと、うん、トランクに関しては、うん、はい、スタイリッシュな分
よりは少なめかな。でもこれクーペよりなんか20リッターぐらいは広いんですよね。あ、これでもらしいです。そうなんですね。あとどうしてこの横のここの張り出しがあるんで、はい、まあ、こうも取れないっていう、はい、幅も。なるほどね、はい、みたいです、うん、でこれ下もないんですもんね。そう、下ないんですよこれ、うん、だこの辺はちょっと、うん、使い勝手とか、はいはい、まあ、あと用途は少し選んでしまうのかなっていう気はします、うん、じゃ続いてボネット見てみたいと思います、はい、これがベースの、もうベースの M8 っていう時点でおかしな話なんですけど、うん、もうベースじゃないですけど、はい、まあ、スタンダードな M8 よりかも25馬力アップ。そうです、はい、まあ、例の S63 エンジン、はい、でこれがなんかクロスバンクエピゾーストかな、なんかこう、はいはい、交差してる駅マニなんですよね。あ、え、そうなんですね、はい、そうなんです。あ、クロスしてるんですか。そうです。こっちの外側2個と、うん、こっち側の内側2個が一緒になって旅に入ってる。でこっち側の外側2個とこっち側の内側2個が一緒になって、うん、もう1個旅に、うん、これなんか BM の特許らしいですよ。あ、そうなんですか。で結局その排気干渉の関係で、うん、V8 なのにめちゃめちゃこう排気効率とレスポンスがいいっていう、うん、これだから下見でちょっとブンってやらせてもらいますけど、うん、これもうターボじゃないみたいですね。じゃないよね、 NA だよね。 NA みたいなこう、うん、で音もなんかちょっと違いません？うん、うん、違います。 V8 のドロドロさがないというか、ないって言ったら嘘ですけど、うん、えっていう。いや、もうなんだったら直録に近いもんね。いや、そんな感じですよね。はい、なんかそういう音、うん、結構でも駅マニってこう音を作り出す結構重要な部分じゃないですか、はい、うん、ポルシェなんかもこう盗聴だか不盗聴だかでこう結構音が違ったりとか、そうですね、ある部分ですけど、はい、まあ、こんなに違うんだなっていう、うん、でも割と定番のこのレイアウトですけど、うん、このクロスさせるのは BM の特許らしいですね。はい、今結構軒並みドイツメーカーはじめこう V8 のツインターボモデルってこうみんなここにタービン置いてるじゃないですか。そうですね、うん、だちょっと BM なんかは一見こう見えて違うという、うん、あとエンジンルームのトピックとしては、うん、土方さん知ってます？これ開けるじゃないですか、うん、こちらをご覧ください。何ですか？ブレーキのバキュームのブースターがないんでございます。普通だったらブレーキペダルの奥こっちのバルクヘッド側に大きいこうお鍋みたいなブースターがついてるじゃないですか、はい、ブースターレスらしいですよ、はい、これって、はい、完全に、はい、アキュームレーターっていうか電気式なんですか？あ、そう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 、ソレノイドで、あ、ソレノイドで、はい、やってるらしいです。あ、で結局そのブレーキの細かい制御とあと軽量化にもつながってるっていう、まあ、ゆくゆくは多分それを応用してって、まあ、自動運転じゃないですけど、うん、もう車のもっと細かい制御にやっていくんじゃないかっていう、うん、これが確か僕が読んだ4番だと、うん、このインテグレートデッドブレーキシステムこの M8 かららしいです、うん、ああ、なるほど、うん、で割と革新的なことをやってるらしいです、うん、ちょっと今その後付けで、ね、はい、なっちゃうんですけど何回も当然 M8 って乗らせていただいてるんですけどブレーキタッチに関しては今まで何にも違和感を感じたときはないです。セッティングはもう普通の今までのあれと一緒ですね。ブースターと、うーん、素晴らしいっていうこんなエンジンルームになってると、はいはい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
OK です、はい、シフトこういうパターンなんですね。そうです、はい、でプラス、うん、パーキング、はい、はい、いやもうちょっと最高すぎやしませんか。そうです、このあ、はい、あでも乗っただけありますよね。なかったでしょ。あれ、いやいやでもこれは初めてですよ、グランクーペコンペティション。しかも M8 は初めてコンペティション、そうだと思います。 M8 コンペティションは初めて、はいはい、だってこれもう内装は質感のお化けじゃないですか。まあ確かにね、はい、こんな質感良くて、うん、こんなのあります？あります、ここにありますでちょっと気になるそのブレーキのとこと、うん、はい、あと走りのところ、いろんな僕読み物国内外のやつ、うん、一通り目を通したんですけど、はい、なんか共通して言われてるのは、うん、足がまあまあ硬い。そうですか？っていう風に書いてあるところが多かったです。お、はい、だもうちょっとその今時 その足回りだったら、はい、緩急つけて、はい、もうコンフォートだったらすごくコンフォート、スポーティーだったらもうちょっとスポーティーな仕上がりでも良かったんじゃないのって書いてるのが割と。そうですか、はい、僕のもうなんかインプレッションというか感じと全く真逆ですね。あ、本当ですか、はい、僕はもっと足硬くてよかったかなと思って。あ、だタイヤが無駄に硬いので、はいはいはい、タイヤは変えたいなと思いました。足は決して硬くないなと僕は思ってました。なるほど、はい、これ今ちなみにモードはちょっと待ってくださいね、うん、いや土が乗るんだからスポーツプラスの 2WD モードでしょやっぱり違うの？そこスタートですか、うん、そこ基準なんですか？そこ基準。とりあえず今コンフォート、あ、スポーツになってるんですか？ちょっと待ってください。いや、コンフォートになってる。コンフォートになってる。うん。しまってください。しまってください。マニュアルモードになってない？コンフォートになってます。マニュアルモードになってます。うん。もう一回通す、はい。そうです。はい。あ、OK です。ごめんなさい。はい、8シリーズ素人なんで。うん。困りますね。でさっきからあの無意識にこうブレーキ踏んでますけど、はい、ブレーキのなんか、うん、感じは普通でしょ？普通です、うん、なんかね僕はすごくあの言われて土に昨日っていうかあの車の説明の時でブレーキがあって言われて、ああそうなんだって初めて知ったので全然違和感なかったです。結局そのエンジンの負圧使ったブースターなのか、うん、それの移動でやってるその電気的なものなのか、はい、なのかの違いなんてですよね。まあそんなにあのブースターレスっていうとどうしても土方さんだとその、うん、レーシングカーのそう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 イメージしちゃうイメージしちゃうじゃないですか、はい、だから代わりのものがついてるんで全くそこは違和感僕はないです、はい、そうですね。そしてカーボンセラミックもいわゆるあの、うん、スススっていっちゃう、うん、はい、ランボみたいなの、はいはい、ああいう感じはもう全然低温の時からないです、うんうん、ないですよね。抜けちゃうというかね全くないです、はい、普通に効きますね。ですね、初期制動がはいと思います。ああ、いやこの質感で、うん、この走り、うん、ちょっとまだ走ってないですけど、うん、そうですね、はい、ちょっと楽しみすぎます、はい、ワクワクします。バッティングするとことしては、うん、AMG GT4 ドアとか、はい、RS7 とか、はい、あの辺なのかなっていう。そうですね、はい、でまあ大きく違うのはその荷物のとこと、うん、はい、まあ、トランクがどうしてもそのリアゲートが開くタイプとトランクタイプで違うんで、はい、まあ、ちょっとその荷室のところと、うん、はい、かなっていう、はい、ただちょっと内装の質感に関しては、うん、ちょっと頭一つ出てる気がします。そうですか、はい、はい、このフルレザー、うん、はい、レザーの質感とかデザインとかもそうですけど僕個人的にはです、あくまで、はいはい、相当いいですからね今回の。いやだいぶいいですよね、はい、N8 あのメーカーの気合が感じれます、はい、625馬力ちょっと触りだけコンフォートスタートですけども、はい、やばいよ。やばいですか？やばい。あ、でも、はい、コンフォートだとちゃんと受け止めてくれますよ。そうですね、はい、てかあのなんで肉モードじゃないんだ。いやいややめてくださいよやめてくださいよ肉モードではとっちらかっちゃいますものすごいトルク感ですけど、はい、ちゃんとこう安全に受け止めてくれます。そうですね、はい、なんかあの気持ち悪い助手席乗ってるとものすごい押し付けられるんで、これはすごい、すごいですね。圧倒的なパワー、ちょっとあの
チューニングしたやつぐらい、はい、もう AMG のあのチューニングモデルをちょっと、うん、裏バスのあのぐらいのなんかちょっとグワっていうのを思い出しました、はい、でも全然乗り味、まあでもちょっとあれですかね、うん、最初の入力がこうタンタンっていうエアコンコートですけど、いやこれタイヤじゃないですか、タイヤですかね、いやだってこんなに普通になんていうの足が動いてるから、確かに確かに、うん、だったら緩やかな動きに関しては、あ、そうですね、はい、うん、確かにコンフォートですね、うん、だこういうつなぎ目とかに関してはもうタンタンっていう、そうだからこれタイヤすごい硬くて重いですよね、バネ下が重いなっていう感じが僕初めて乗った時思ったので、なるほど、足は柔らか、僕は柔らかすぎるんで、うん、ちょっと僕は嫌だったんですよ、で柔らかいのかホイールベースが長いせいかそう感じるのかって思ってて、 M8 のクーペ乗った時にすごく硬く感じたんですよ、なんでおそらくグランクーペにおいてはホイールベースの長さが柔らかさを感じさせるのかなみたいな感じがしました。20ミリ以上20センチ以上長くなってますから、ね、そうですね、はい、まあ、直進安定性良くなったりはしてますけど、はい、その分ちょっとそのコンフォートというか乗り心地いい方に影響が出てるのかな、うん、はい、でも確かにいや全然柔らかいんですよ、はい、何をもって硬いって言ってるのか僕は分からないんですけどもうなんですか、きつい言い方したら、はい、これ硬いっていう人なんか不思議だなと思います。直進とあれじゃないですか、このロールちゃんとコーナー曲がったりして、うん、はい、うん、そうっすね、はい、だからこれ低速とか街乗りだけだとちょっと硬く感じるかもしれないですね、バタバタってするんで、うん、そうですね、はい、タイヤが硬いせいだと思うんですけど、このトントンっていう音がありますけど、そのリアのこう沈み込みを冷静にこうお尻で感じてもらえば分かりますけど、これ全然硬くないですよ。そしてちゃんとこうハンドル蹴り込んでった時のこのロールはこうすごく穏やか、うんうん、ですね、はい、しっかりロールするし、ほんと BM っていう感じです、はい、分かりやすいロールで安定してて、で625バイクもあんな普通に乗りますね、普通に乗りますね、コンフォート、はい、はい、で結局僕らってゼロ限りなくゼロに近い状態から、はい、60キロまでとか、はい、50キロまでの加速じゃないですか、はい、高速で100キロじゃないですかって考えたら、踏み続けることを考えたら相当恐ろしいと思いますね。だって0、100、3秒台、そうですね、0、200、10秒台ですよ、はい、10数える間に 200キロ出るんですよ、はい、強烈ですよね、異次元じゃないですか、はい、ちょっとコンフォートからじゃあ、うん、スポッチ、あ、ちょっと待ってください、これじゃない、うん、ちょっと待ってください、これどうすればいいですか、はい、これをよいしょ、でいいですか、はい、あら、間違えた、これまとめて変えられないんでしたっけ、変えられると思いますよ、設定で、だから M1、M2 じゃないですか、あに入れとけっていう話、そうです、そうです、そうです、はい、それ以外は、はい、このセットアップになります、ダメ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 、はい、ダメです、今ちょっとこんなセッティングにしてみました、はい、ちょっと乗った感じは、うん、あーもう明らかに、はい、この細かい段差なんかも硬くなってます、あ、違う、硬くなってますね、全然硬くなってますね、はい、あー全然ステアリングも若干重くなってアクセルの付きも良くなってます、はい、あ、マフラーも全然うるさくなってます、はい、ちょっと待ってくださいね、この先のコーナーを、はい、ちょっとだけいいですか、もちろん、肉でしなくていいの、肉じゃなくていいの、いいです、早、はい、いやばいね、あーいいな、これこれは気持ちいい、これいいね、これいいっすね、あーこれすごいね、これこう外側でググググググってこう曲がっていく感じ、うん、なんか本当なんか BM っていう味付きですね、ちゃんとこう外側のこの接地感を感じながら、そうですね、
そしてこうステアリングのサポートがこう、はいはい、重さがこうちょっとサポートしてくれて、うん、なるほど、全然こう何ですか、切った切った方向、うん、これ気持ちいいですね。いい感じです。音も、うん、でなんかこうコーナリング走ってあのこう飛ばしていった時に、はい、内側のこう接地感が抜ける感じがないのがなんか BMC ですよね。そうですね。伸び側をしっかりしてるというか。でこう外側のこう G がかかってる、はい、あの荷重がかかってるところだけちょっと感じるみたいな。はい、そうですそうです、そんな感じですね、はい。こっちが浮いてじゃないんですよ。外側だけこうグーっていう。そう。タイヤ食ってますよみたいな感じが。めちゃめちゃ感じますね。はい、感じるんでこれいいですね。すごく。これはちょっと。うん、欲しいです、うん、買いたいです、はい、買いたいです。希望ですか。でも、はい、あの M8 って割とこう値段残ってる。いや高値安定ですよね今のところね。どうなるかって読めないですけど、なんかこう皆さんとお話しするとやっぱり今までの BF のやっぱり雰囲気違うよねっていうのはよく言われますね。これ本当にそうですね、うん、こっちが浮いてる感じがしない。しないですよね、はい、なんか BM ってこんな感じのイメージありますよね。昔の M3 から M5 もそうですし。もう一回コンフォートにしていいですか。はい、これか。足だけちょっとコンフォートにしていいですか、うん、足をちょっとその、はい、結構言われてたんで、うん、これか、はい、確かにタイヤかもしれないですねこの。はい、間違い間違いないって言え偉そうですけど、ごめんなさい、はい、僕はタイヤだと思ってたんで。で今特にエクストラロードで結構エアス高いんですよね、うん、みんな、はい、そうですね、3キロとか3キロ、そう 2.9 ぐらいが標準ですもんね。そうです。だとその味付けで3キロ以上入れるなんてもうザラですから、ね、ザラですね。ちょっとこれは確認してないですけど、はい、その辺なんかもちょっと出てんのかなっていう、うん、こうある程度こう多少速度が乗ってきた時ってこう柔らかくしてるとこう高速だと段差の後のピッチングの収まりがすごい悪いですよね。柔らかいから僕は逆にこれが不快に感じちゃうんで、まあ、本当にコンフォートって感じですね。そうですね、はい、コンフォートって感じです。あとはちょっと正直その価格差の200万円、うん、どうなのかなと思ったんですけど、うん、あの全然ありですね。全然ありですね。ありというかむしろその積極的にちょっとコンペティションをお勧めしたい。いや、そうだと思います。例えばちょっとした分かりやすいところで言うとちょっとしたところじゃないですか、うん、例えばこのシートベルトのこの M のこのラインだったりだとか、ね、はいはい、ですけど、うん、エンジンも25馬力っていうこう、うん、もうベースが出力でかすぎて、うん、25馬力だけって思う方も少なくないと思うんですよ、うん、はい、ただやっぱりちょっとそのいろいろそのオプションで、うん、コンペティションじゃないと選べないそのカーボンセラミックの部分だったりだとか、はいはいはい、走りの部分だったりだとか、はい、やっぱりちょっとこれはコンペティションを買う価値あるかもしれないですね。そうですね、はい、なんかその最近の BMW の傾向としてコンペティションパッケージはあのコンペティションごめんなさい、もともとコンペティションパッケージっていうのが数年前から始まってるじゃないですか、はい、それを結局ベースグレードにするっていう感覚に近いような気がするんですよ。あ、なるほど、はい、コンペティションを。なぜかというと今回その M4 とかこれがコンペティションじゃなければマニュアル選べるけど本当なんかベースモデル的な感じで、はい、スタンダードっていう感じじゃないんですよね。もっと分かりやすく言うと語弊があったらすみません、通常のモデルが彼らでコンペティションは、彼ら S なのかなみたいな。あ、なるほど、はい、なんでちょっとグレードの住み分けをしたいのかなっていう気がします。パッケージで付加価値を高めるんじゃなくてグレードとして完全になんていうんですかそれぞれを確立的にっていうかそれぞれを別にしたいのかなっていう。だから、コンペティションだとこのオプションが選べるけどベースグレードは選べませんよみたいな感じにしてくるのかなっていう今までの BM の考えと真逆になってきてるんですけどなんとなくそんな感じが僕は見て取れるなと思ってました。これはもう言うことないです、はい、なんかエンジンのこう、はい、低速域も、はい、排気量を疑ってしまうほどのトルク感がありますよね。そうですね、はい、
あとはその25馬力アップの部分もそうですけど、割とそのさらに高回転型にして、はい、出てるって言ったんで、もうちょっと扱いにくいかなと思ったんですけど、はい、もう圧倒的にの下のトルクもあるし、そうですね、はい、本当に普通に乗れちゃうっていう、うん、なんかあの毎回おなじみのコメントになっちゃうんですけど、やっぱりメーカーが上げた25馬力、メーカーが軽くした高々50キロってものすごい違うんですよ、やっぱり。あのそうなんですよね、はい、単なる味付けじゃないんで、はい、例えばサブコンつけてすぐ50馬力アップしましたなんて思うんですけど、全く違いますよね、はい、いや全く違います、はい、50馬力100馬力上げることって簡単じゃないですか、ターボ車なんて、はい、ピークパワーを上げてしまえばいいだけなんで、でもメーカーはそれは絶対しないですから。そしてコンフォートにすると、はい、新しい発見をしました。何でしょう。これ柔らかいからか、うん、外側のこうグググっていうのを感じにくくなります。あ、そうですか、はい、へー、スポーツテイストなこうコーナリングからコンフォートな本当にロールになります、はい、うん、タイヤが押さえつけられてる感覚がちょっと薄くなる感じですかね。薄くなるですね、はい、ロールはしないのはしないっていうか、その穏やかなのもそうですけど、そうですね、でも確かに内側は伸びてましたよ、はい、ね、さっきよりは。それは当然でしょうけど、これでもちょっとスポーツぐらいかもしれないです僕、うん、高速だとちょうどいいですかね、スポーツね。だからこのタンタンっていうのが気になる人っすね、はい、多分、はい、硬いっていうのは。ああ、かもしれないですね、はい、タイヤはやっぱりなんか嫌ですね、違和感あるな。ホイールなのかな。ああ。意外と BM その単造ホイールだったりしても、その強度の面とかいろんなことを考えて重かったりするので、もしかしたらバネ下が意外と重かったりするかもしれないですね。まあ一概にホイールも軽いが正義じゃないですからね。そうそう、はい、確かにそうですよ。まあ、そのバネ下重量 の運動性能とかさ、ね、燃費とか、うん、はい、うん、っていう部分で言ったらもちろんその軽いに越したことないんですけど。そうですね、だ高級車がむやみにその軽いホイール、採用しないのは、うん、割と結局その足が動きすぎちゃってバタついちゃったりとか、うん、そうですね、直進安定性が悪くなっちゃったりとか、はい、まあ、ロースルスなんかでカーボンリムとかもあるんですけど、うん、いわゆる全体的に極端な超軽量ホイールを高級車が採用しないっていうのはそういうところありますからね。そうですね、ドイツチューナーもむやみに軽いの作ってこないですもんね。そうですね、あとその当然高速域をメインに考えていれば、はい、多少重量物が回ってる方が、ね、回り始めは力いりますけど回ってしまうとあとは楽じゃないですか。アクセルオンオフでの失速感も少ないし、そういういろんなバランスを考えての重さだとは思いますね。アクセルも なんて言えばいいのかな、これ何グワッと来ないんですよ、はい、グワッと来ない来ないです、うん、で結構気をつける感じじゃないですか、あんまりこう馬力出てる車とかって、はいはいはい、全然そんなのがないです。ピリピリした してないです。緊張感がないってことですよね、はい、スポーツにしてもスポーツプラスにしても、はい、エンジンスポーツプラスなのに、うん、ちゃんとその辺が、うん、はい、BM らしいですね。昔あの BMW が、はい、電子スロットル、まあ、アクセル電気式のアクセル、はい、使い始めた時って、はい、逆に言うとレスポンス悪すぎちゃって踏んでも踏んでも加速しないみたいな変なイメージがあったんですよ、はいはいはい、逆に言うとこうあまりこうなんていうんですか、セッティング詰めすぎないというか、ある程度こう許容範囲を残してアクセル回路を読んでるんでしょうね。多分ベタッと踏めばそれなりに違うんでしょうけど、音最高だな。いいですね。だってレスポンスこれ半端ないですよ本当に、うん、でいわゆるあの V8 のドロドロした音があんまりしないんですよ。そうですね、本当に V8 かって思うぐらいちょっとレスポンスもいいし、うん、音が整ってる、うん、AMG と全く違うね。違いますね、うん、なんか AMG ってもうドロドロ言ってて、そうなんか V8 っていう、はい、パワーで押し出してる感じしますけど、そう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 、全くそんな感じしない、うん、いやこれはちょっとみんな乗った方がいいですね、うん、土が
ってみんなに乗せてあげればいいんだよ勝手っすか。そう、試乗車として使ってくれっつって、うん、そうです、自前で。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回は BMW M8 グランクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。